起業した時は、まあ、全てお客様のためにっていう理念だったんですよね。それが半年後ぐらいに、まあ、全てお客様の元気のためにという今のになったんですけども、何にしたいのかなってみんなで考えて、あ、そうか、元気にしたいなって周りを。だからお客さんもそうだし、仲間もそうだし、その家族もそうだし、業者さんもそうだし、その地域もそうだし、まあ、この日本も元気にしたいなと、まあ、恵まれない環境にある人たちも元気にしたいし、この地球も元気にしたいっていうのが思いですよね。あとは働きがい、やりがい、特に我々女性をすごく、まあ、大事にしてるというか、女性が頑張るからその分女性に一番、まあ、還元とかしてるんですけども、女性であるがゆえにもう30歳超えたら書類審査でダメとか、結婚したりとかして一回辞めて次に就職しようと思ったら本当にないんですよ、30歳超えてたら。そういう人たちを我々も入れて、誰よりも働きますからね。で、そういう人がどんどん給料上がっていきますから、どっかのパートで行くよりも多分数倍あるんじゃないですか。働きたい女性とかやりがいあるそういう会社を作りたかったし、お母さんが元気だと子供も元気なんですよ。かわいそうなのは母子家庭でね、昼も夜も働いて子供の顔見れないって言うんですよ。そんなのだったらうちで昼間働いたら足した分ぐらいできるわけなんですよ。まあもちろん頑張ったらですけどね。そういう仕組みを作りたかったし、我々朝そんな早くないですから、朝は子供といる。で、例えばまあ夕方まで働いて、で子供とご飯食べたり風呂入ったり遊んだりして、子供が寝た後にまたクローズ作業とか分担してできるんですよね。やろうと思えば土日とかだと学生にバイトさせればいいですから、それは子供とも家族の時間も取れるし、まあお母さん個人じゃなくてその一家庭かもしれないけど、その家庭も元気にしたいですよね。まだまあ全てはお客様の元気のために、これが我々の基本理念になって、安心で安全なものを、まあ、美味しい状態で、まあ、快適な空間で、まあ、そんなゴージャスじゃなくても清潔で明るい空間で最高のサービスでお客様を元気にする、これはまあ我々のモットーで、挨拶は生き生きゴーゴースマイル、挨拶が基本になって、いらっしゃいます、ようこそ、ありがとうございました、またのお越しをお待ちしております、そういう本当心のこもった挨拶とスマイルですよね。このゴーゴースマイルによってお客様を元気にしようよと。あとは、行動は即実行即報告一致団結、やると決めたらもう1秒でも早くやるっていうこと、まあカレーで言うと1秒でも早く出すこともそうだし、行動は即実行即報告っていうのはやっぱりそのほうれん草、何事も指示受けたことはすぐ最後に報告しなければいけないし、それも速やかにで即報告、一致団結っていうのは誰か一部の人だけがやるんではなくてみんなでやるってことで、困った時お互い様、まあ、例えば誰かが怪我した、事故した、病気した、例えばお母さんだったらその本人じゃないけども子供が熱出した、怪我出した、 急に病院行かなければいけない、学校行かなければいけないとか、そういうのがあるわけで、それはみんなで温かくっていうか、その送り出さなければいけないし、それこそ困った時お互い様なんですよ。まあ、誰かの今授業でいますけど、お父さんがねちょっとがんになったとか手術したとか、まあいろんな試練あります。でもそういう時こそ、とこのあった業態様でみんなでその業務を助け合うだけじゃなくて、心のケアもそうですよね。お父さん大丈夫っていう、やっぱそういうみんなの気配り。あとはそのもう一つ意味あって、例えば男女間、男性には力があって女性にはまあ力がないって言ったらあれですけど、で男性はその力というのは力のない女性のためにあるわけで、つまり男女差別ではなくて区別であって、男性には男性らしさ、女性には女性らしさ。例えばこういうお茶なんか、男性がねお茶どうぞっていうのと女性がどうぞっていうのも全然違うわけで、それがらしさなんで、まあお金ある人はお金ない人のために使ったりとか、じゃあ仕事で言ってもスピードの速い人、お前遅いよじゃなくて、そのスピードは遅い速くない人のためにそのスピードを使うんですよ。それによってチームワークが生まれるわけで、それも本当の意味の困った時はお互い様だ、みんなでそれをやっていくわけで、大事なのは助けられた方も次何か違う方法で助け合わなければいけないんですよ。それがチームワークの大事なこと、困った時はお互い様で、何事に対しても向上心を持ってみんなでゴーゴー、仕事だけじゃなくてプライベート、趣味もそう、家族もそう、何事に対しても。で、向上心というのは今が良ければいいではなくて、常に
今日より昨日より今日、今日より明日、明日でもずっともう進化し続けていかなければいけないし、そのためにはもう高い夢目標とそれに対するまあ向上心とそれを買っていく挑戦ですよね。そういう向上心が必要で、でみんなでゴーゴーっていうのはみんなでその向上心を上げることもそうだし、みんなでその夢目標を達成させるために協力し合う、汗かく、できる限りじゃなくてできる以上のことをしなければいけない。それをみんなでやるから、みんなでゴーゴーというのが、まあ、5つの心です。